皆様おはようございます。10月の2日午前8時18分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日、水曜日でございますね、週中水曜日の配信をね、行っていきたいと思います。皆様、いかがお過ごしでございましょうか。私、ビットマン TV は本日、廃車でございますね。昨日もね、言っていた通り、本日、廃車ということで、気がね、かなり重たいわけでございますけれども、なんとかなんとか早めに直していきたいなと、歯医者に通い始めて早2年半、いや3年ぐらいね、もう経っているわけでございますけれども、なんとかね早めに治療してという形でね行きたいなと。なんでそんなね、そもそも時間がかかってるかっていうと、どうなの、1ヶ月にね2回ぐらいしか行かないんですよ。基本的にはね1ヶ月に2回ぐらいしか行かなくて、これ前も言ったかもしれませんけれども、歯医者さんがね、もう完璧に治して、予防まで含めて全部行きますかとお願いいたしますという形でやっちゃったならば、3年という月日がね流れ込んできました。早千日でございますね。早千日がね、もう経ったということで、お前の歯はもうガタガタすぎるんじゃねえかと、そういうわけではございませんから、何遍も言うように行く頻度がね、ちょっと少ないということで、ここがね、時間がかかっている。まあ、とにもかくにも、でもね、歯医者さんが言うにはね、もうすぐね、治療も終わりますよ、というふうに言っていたので、ちょっと最後の最後頑張りましょう、みたいな、こうね、なんかわかりますよ。リハビリされてるおじいちゃんみたいな感じで言われてるんですよ、今ね。本当に頑張ってください、みたいなね、感じで、もう途中でやめなくて、途中で来なくなるんじゃ、来なくね、なるんじゃなくて、もうとにもかくにも最後まで、とにもかくにも最後まで通い続けてくださいみたいな感じでね、もう本当にリハビリ途中のおじいちゃんみたいにね言われるわけでございますけれども、まあなんとか頑張っていきたいなというところ、まあそういったね、本日のビットマン TV 予定でございますから、よろしくお願いいたします。で、行きましょう行きましょう。私のね歯医者話なんちゅうのはどうでもいいということで、皆様、重大なニュースがございます。何が重大なニュースなのか。そう、昨日のね、夜7時ぐらいだったかな、ポストをねさせてもらったわけでございますけれども、もう、来ました、とうとう出ました、何か、今年も来ました、この季節、早速作戦 A 失敗ですと。何の話をしているのか。そうでございます、バイビットさんのね、バイビットさんでございますよ、WSOT ね、世界の方々がガリ集まってトレードで競い合うというトレード大会、世界大会でございます。 WSOT2024 秋がね発表されたわけでございます。今ものすごく決まりましたよね、バリッと決まったと思うわけでございますけれども、秋がね、こう発表されたということで、こちら、作戦 A 何だったのか。はい。チームの写真を私のお家のキング様にしたわけでございます。私のお家のキング様にね、していたわけでございます。ほら、いつもね、だいたいほら、大会に出るときって、ビットマン TV の一応チームロゴとしたらね、ビットコインみたいなわけわかんないやつがこう右手バーン上げて、まあ、左手かな右手かな、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、右手か左手かバーン上げてね、いる、まあ、画像を、ちょっとこうね、アニメ画像みたいなものを、一応ほら普段設定しているわけでございますけれども、ちょっと今回はね、毛色を変えて、そうでございます。女性が、あそこのね、ロゴのとこに入っているならば、男性諸君は、入り口として、誘われていくんじゃねえかみたいな、入りやすいんじゃねえかみたいなことをね、ふと思ったわけでございます。遂行いたしました。よろしくお願いいたします。遂行いたしました。ですから、皆様、私、ビットマン TV のチーム、ま、探していただいてるというか、そうそうそう、変更ができたんですよ。これ、作戦 A がね、失敗ではなくて、成功いたしましたので、我がチームにね、ぜひとも男性諸君、うちのビットマン TV のね、奥様、お待ちしておりますから、よろしくお願いいたします。今回はね、そういった濃い作戦を、使っていこうかなというふうに思った次第でございますから、まあね、ほら、ビットマン TV 昔から、まあ、言ってますでしょ。私、ビットマン TV の、まあ、奥様はね、外国人なんでございますけれども、まあ、たまに来るんですね。どんな顔してるんですか？ここガチで来るんですよ。で、どんな感じなんですかみたいなね、形で来たりもするんですよね。まあ、するっていうか、してたのかな？来てたのかな？ほら、昔はよくおうちのキング様の話をね、よくしていたわけでございますけれども、来ていたわけでございますよ。で、まあ、いつかね、まあ、動画の方でも、一緒にね、出るかもしれません、みたいな感じで言ってたわけでございますけれども、まあ、なかなかね、ほら、メンタルマネージャーも、そうでしょ？癌闘病にな、癌のね、まあ、いわゆる闘病期間に入ってしまって、メンタルマネージャーとほら、二人で動画を撮る機会がないので、そのね、二人で撮る動画の時に、ちょっとこう出ろよ、みたいな感じでは、まあ、促したわけでございますけれども、まあ、時期を見て、みたいな感じでかなり牽制しまくっていたわけでございますよ。おうちのキング様がね。ですから、ほら、闘病期間中で動画がなかなかメンタルマネージャーとね、撮ることができないので、だったんなら、まあ、こういった大会をね、まあ、利用して、まあ、おうちの
のキング様見てやってくださいみたいな感じでございます。まさか本人も、まさか本人もっていうか、一応ね、許可は取っているので、まあ大丈夫でしょうということでね、よろしくお願いいたします。まあとにもかくにも、お家のキング様をトップ画像にして男性諸君を誘うというね、作戦、見事ね、成功しておりますから、で、成功はしたはいいものの、まだね、誰も、参加をしてくれていないということで、ぜひともね、よろしくお願いいたします。お家のキング様が見守っておりますから、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、行きましょう、行きましょう。で、まあ、その際にね、作戦 B、頑張るに移行しますというふうに言ったわけでございますけれども、行きました。作戦 A が成功したということは、AB 両立で行きましょうということで、ぜひともよろしくお願いいたします。ご参加のほどね、よろしくお願いいたします。やっぱりこうね、今秋、10月に入りまして、まあ、秋口になってきたのかな、でございますけれども、やっぱりこう、クリスマスがね、12月24日、クリスマス、私のお家のキング様のもうね、大好物のクリスマスがね、まあ、訪れてくるその前の、大人の遊びという形でですよ、ビットマン TV 並びにお家のキング様両手を広げてお待ちしておりますから、ぜひともねよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、見ておきましょう、どんな形で作成をしているのかというところなんでございますけれども、こちらの画像がそうです、バイビットさんの WSOT2024 になりまして、一応今ね、あのエントリー期間なのかな、10月1日からまあ、10月31日までがまあ大会並びにエントリー期間というところでございましょう。で、上から下にちょっとこうね流し込んでいきますけれども、なんか今年はなんかライブ配信特典でヨットがあるみたいな、わけわかんない状況になってるんですけど、まあ、ヨットがもらえるというか、ヨットに乗れるってことなのかなこれね。で、それだったんならば世界旅行チケットが欲しいなというふうに思ったわけでございますけれども、まあ、ヨットはね自分で買うよみたいなねことでございます。ヨットはね自分で買うよみたいなことでございますから、よろしくお願いいたします。で、ロレックスよりも、いや、ビットマンでは世界旅行チケットがやっぱりいいかなという形、まあ私の欲を言うとでございますよ。で、行きましょう、行きましょう。早速チーム戦作戦 A が成功したということで、私ビットマン TV のお家のキング様がトップ画像に載っておりますね。私のお家のキング様がトップ画像で、チームビットマン TV のトップ画像に、私の奥様の画像が載っているということで、これ奇跡でございますよ、皆様。こんなやついるのかと、ね、女性の力を借りて、なんか落ちましたね。私の奥様の呪いでございましょうか。女性のね、画像を利用して、チームメンバーを募っていく。これね、やばいっすね。もうこれ、見たときに、ぶっちゃけな話言っていいですか、めっちゃウケましたから、ウケてました、自分一人でね、とにもかくにも。まあ、こういった形で、チームビットマン TV、今回は何遍も言いますけれども、ビットマン TV が右手並びに左手を上げている画像ではない、なんとなんと、女性の力を借りて私のお家のキング様の画像をトップ画にしましたから、ぜひとも皆様、よろしくお願いいたします。キング様が我がビットマン TV チームを、見守っておりますから、必ずや TOP でございますね、必ずや TOP でございますから、ぜひともねよろしくお願いいたします。私何の実況をしているのかよく分かんなくなってきたわけでございますけれども、今日の朝はすこぶる口が回るということでね、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、まだチームメンバー一人、私でございます。ビットマン TV でございます。で、一応ね、今回はね、ほら、うちのキング様、うちの奥様も、参考するかもしれないということで、ここはね、もう本当にみんなでね、楽しんでいきましょう。まあ、冗談抜きでね、冗談抜きで。まあ、やるんだったら、やっぱりこうね、トップを目指していきたいですし、まあ、なかなかっていうか、かなりね、難しい壁だとは思うんでございますけれども、トップを目指していきたいですしね、やっぱりこう、賞金関係も、やっぱこう、欲しいな、というふうに思っているところでございますから、ぜひともぜひともね、皆さんで一緒に、クリスマス前のね、WSOT 楽しんでいきたいな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まだ一人でございますから、ぜひともね、ご参加お待ちしております。もうね、私、お家のキング様、面白いですよね。まさかこういった大会でね、使われるなんてみたいなね。まあ、一応さっきも言いましたけども、どっかで使うかも、みたいな感じでね、許可は取っておりますから、ここはね、安心してください。よろしくお願いいたします。とにもかくにも、マイチーム登録、ビットマン TV チーム登録、お待ちしておりますから、よろしくお願いいたします。で、今回は、まあ、なんかね、ROI のリセットカードみたいなものがあるらしくて、結構ほら、大会ってですよ、なんかこう、わかりますでしょ？もし大会に参加をしてね、収益率関係が、やっぱりマイナス 50% とかマイナス 90% とかになっちゃうと、もう結構やる気そがれるじゃないですか。で、やる気そがれると思うんですよね。ですけれども、今回の大会に関しては、そのやる気がそがれる、そがれた場合ね、そがれた場合、それを一つリセットができるという、まあ、いわゆるドラゴンボールでいうところの先図みたいな感じですね。先図が配られると、先図配布されますみたいな感じで、
てね、出ておりますから、ちょっと今回の大会はいろんな意味で荒れそうだなというふうに思う。だって収益率マイナスをこれゼロリセットをできるらしいですからね。だからそういった意味も含めてここ書いてますよ。収益率と収益がマイナスの場合は ROI リセットカードを利用して、両方をゼロにリセットできますと。これ別にお金が返ってくるとかじゃないですかね。データ上でのマイナス分がもう一旦ゼロにリセットされますから、もう一回チャレンジできますよという形になるらしいんでね。そういったところはまあ面白いなと。とにもかくにも参加をした段階でも1枚ね、獲得されるらしいので、最大3枚か最大3枚のリセットカードがもらえるということらしいので、まあ今回はね、さっきも言ったように結構まあ言ってしまうと背水の陣レベルで、勝負を仕掛けてくる方もまあ多いんじゃないかなと、この大会に向けてね、多いんじゃないかなというふうに思いますから、ここもねご確認のほどよろしくお願いいたします。で、あとは大会のスケジュール関係ね、そこだけは今日はね少なくともお伝えしておきましょう。大会スケジュールですね。まあ細かい内容に関しては今からの配信でね、大会がまあ本格的に始まる前まで、までにはねお伝えしていきますからよろしくお願いしますよ。一応ここに書いてあるんですけれども、メインエントリー、大会自体が1月の10日って書いてあったかな、おそらくね。1月の10日、あ、そうですね。チーム戦&コピートレード大会って書いてあるんですけど、あ、1月じゃない、10月ね、ごめんなさい。10、お前、そんな長いわけねえだろ、みたいなね。ごめんなさい。3ヶ月間の準備期間とか、えぐいぐらい長いですからね。10月の10日、ごめんなさいね。10月の10日から、チーム戦&コピートレード大会っていうものが始まりますからね。こちら、ご確認のほどよろしくお願いいたします。で、まあ、それまでというか、一応、参加登録自体は、10月の20日ぐらいまではやってるのかな、おそらくね、やってるんじゃないかなって思うわけでございますけれども、まあ、とにもかくにもまだね、早割エントリーって言って、早くエントリーした人にはね、ちょっと、50テザーぐらいの、ボーナス関係がもらえますよ、みたいな、その今期間になってると思うんですよ。10月4日ぐらいまでだったかな、ボーナス関係がもらえますよ、みたいな、期間になっておりますからね、ぜひともぜひともね、こちら、さっきも言いましたように、チームビットマン TV の方にね、参加してもらいたいな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。もう一回見ておきましょう。はい。こちらでございますね。もう本当に、ね、ウケるよなと、女性の画像で誘う。ビットマン TV、お前大丈夫かみたいなね、ことでございますけれども、ここはもう手段を選ばずに行かさせてもらいましたからね。別にね、さっきからずっと言ってます通り、全然知らない女性とかじゃないんでね、常にうちの中で一緒に生活している人でございますから、まあこれはね、まあ良きところでございましょうということでね、よろしくお願いします。男性人諸君、さっきも言いましたけれども、女性人諸君もよろしくお願いいたします。画像は同じ女性ということで、やっているのはビットマン TV、私でございますからね、ぜひとも、チーム参加のほどよろしくお願いいたします。こちらの画像は、ただ、いざなうためだけのものでございますからね、よろしくお願いいたします。はい。まあ、とにもかくにもね、ちょこちょこご案内をね、していこうかなというふうに思いますから、よろしくお願いいたしますよ。一応、チーム戦開始まであと8日ということで、ね、まあ、いいでしょ、いいでしょ。明日以降のね、配信でも、どういった進捗状況か、細かいところまでね、まあ、ある程度見ていこうかなというふうに思いますので、一応大会自体は10月の10日からスタートいたしますよというのはね、認識しておいてください。で、次行きましょう。一応 X をやっている方は、チームのね、直通のリンク、を、用意しておきますから、貼り直しておきますのでね、もしバイビットさんに入って調べるのがめんどくさいな、チームビットマン TV 調べるのがめんどくさいなと思う方は、X に貼り、今日貼りますから、今日貼るリンクをね押していただけたら、もう直通でチームのね、その参加ページの方かなに直通でパリッと飛ぶような形になりますからね、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにもね、ちょっとこう2024年のラスト大会になるのかな、ちょっと盛り上げてね行きたいなって思いますからね、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、行きましょう行きましょう。今日の重要ニュースはお一つのみでございますね。こちら、はい、ちょっとこうね、リップル最近パリッとね、上昇してきていたわけでございますけれども、価格が今ね、またこう落ち込んでいると、まあ、これはビットコインの下落にね釣られて、でしょうけれども、ちょっと落ち込んでいるというところ、その中でね、XRP の ETF 申請をビットワイズがしたというね、まあプラスなニュースが出てきておりましたから、一応チェックしておきましょう。いきまーす。ビットワイズが XRP の上場投資信託 ETF ですよ、 ETF の申請を、まあ、したと。で、コインテレグラフはビットワイズの広報担当者をね通じて、確認をしましたということですね。で、申請によるとビットワイズの XRP ETF は9月30日に設立、登録代理人として、ウィルミントンに本社を構える、CSC デラウェアトラストカンパニーが記載をされていると。で、デラウェア州での申請がすぐに SEC への登録申請をね、まあ、意味するわけではないと。ただ、まあ、これ初期段階ではかなり重要なね部分になるよということ。 SEC への正式な申請は数ヶ月後になる可能
能性もあるということで、まあ言ってしまうと申請 SEC へのね申請の正式、申請ごめんなさい、正式な申請はねやっぱりするというところでございましょう。でこの申請の数ヶ月後にリップの CEO、 数ヶ月前にねごめんなさい、はい、ガーリングハウス CEO は XRP の ETF についてビットコインおよびイーサリアムの ETF に続くものとして不可避だと述べたと。で、XRP ETF の承認が得られれば、機関投資家が規制されたね、投資商品を通じて仮想通貨にアクセスできるようになると。まあ、今ね、ビットコインの現物 ETF とか、あとはイーサリアムのね、現物 ETF とか、ああいったもの、あの二つがね、ありますけれども、まあ、言ってしまうと現物をね、まあ、保有をしていかないといけないでしょうかね。機関投資家、がね、まあ、アクセスする、できるようになるために、まあ、大きなところは、まあ、現物をね、保有していかないといけないという流れになるでしょうからね。そういった意味でも、まあ、いわゆる ETF に、申請を出して承認が下りるということは、その暗号通貨にとってはね、ものすごい大きなところでございましょうからね。やっぱりこう保有してくれるところが出てくるわけですからね。そこはやっぱ期待をしたいところでございましょう。で、上から下に、はい。ただやっぱり一番気になるのはここよね。SEC 対 XRP、はい。もうすぐですよ。10月6日7日ぐらいかな、控訴期限がね。まあそれが切れたらもう控訴はしないということなので、XRP にとってはものすごく重要な、日が、あと何日間かで訪れてくると読んでおきましょう。 SEC とリップル社は数年にわたって法廷紛争を繰り広げていると。で、SEC は2020年にリップルを提訴、 XRP の販売が未登録の証券提供にね当たると主張しましたということですね。で、一応ここはね個人の方々に対する販売はいいでしょうと、ただ大きなところに対する販売はちょっとダメだよねみたいな感じで販売方法が問題だというふうに言われております。で、約3年後の2023年7月トーレス判事は XRP が取引所で書いてますね、個人投資家向けに販売された場合は、証券に該当しないと、で、ですからリップルは部分的な勝利を収めた。しかし、機関投資家向けの XRP 販売が証券提供にね該当する可能性があることも、まあ、示唆をしたと。で、この訴訟の最新の進展は9月にありまして、両者は SEC の控訴の結果を待つ間、最終判決の保留をね共同で要請をしたと。で、この保留により控訴の解決まで裁判の進行がね、一時停止される見込みだということで、まあ、言ってしまうとあれですよね、罰金ね1億2500万ドルだったかな、1億2500万ドルの罰金をまあ払うか払わないか、そこで和解がされるかどうなのかっていうのがもう本当に本当に10月の6日7日あたりにね、まあ、はっきりわかるかなというふうに思いますので、一気にねリップル、まあ、XRP にとっては、今月のね頭あたりか第1週2週あたりで一気に決着がついてね、大きな流れがね生まれてくる可能性がありますからね、そういったところもね、期待をして、待っておきましょうということでよろしくお願いします。まあ、とにもかくにも今回のニュースのメインは、ビットワイズが XRP の ETF をね申請しましたよということ、ただ正式申請ではないので一応その前段階ということなので、まあまあ、過度なね期待というよりも知っておくことはねやっぱ大事かなというふうに思いますから、よろしくお願いいたします。はい、それではね本日の、ご案内 WSOT でございますね、ご案内と重要ニュース以上となります。で、一旦ね時飛ばしをしてから、チャートで見ていきますので、一旦時飛ばし、はい、それでは再開していきたいと思います。ちょっとこうね、間が空いたわけでございますけれども、先ほど言ったように歯医者にね行ってきました、よろしくお願いいたします。で、行きましょう。まずはビットコインですね、行きます。ビットコインなんでございますけれども、日足見ておきましょう。ただいまの価格が、61,260ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、まあ、昨日もね言っていた通り短期的に作られている、上昇のね、平行チャンネルを実態として割れ込んでしまいました。そこからね、調整レベルのまあ、今小幅での下落をね起こしているような状況でございます。先ほど見ていただいたビットマン TV のね X の方にも流したんですけれども、今の段階で言うとね、まあ、昨日も配信で言ったかな、6万ドルから6万2千ドルですよ。うん、6万ドルから6万2千ドルっていうのが、まあ、ビットコインにおける、まあ、例えば先物関係で言えばロングインね、あとは現物で言えば現物買いの、短期トレードですよ。短期トレードの現物買いのまあ、コア価格にはなるでしょうと。で、一応まあその根拠というかね、やっぱりこう支えがねある程度入りやすい、雲の上、部分、並びに、移動平均線がねやっぱり密集している、2つ目移動平均線が密集している、そして、最後にねこちらでございますね、下落の平行チャンネルの抽選ライン、はい、抽選ラインっていうのは、やっぱりレジスタンスとしてもねかなり機能しやすいし、逆に上に上がってきた時にねサポートとしてもやっぱり当然これ機能しやすいねラインになっております。上半分で推移するのか、まあ、下半分で推移するのかっていうのはね、結構トレーダーの方々がね見ているところでございます。で、この
下落の平行チャンネルの抽選ラインっていうのが、ちょっとこう見にくいですか、大丈夫ですか、点々線で、はい、この青い帯帯の真ん中の点々線でね、表示されている。だからそれが、まあ、被っている。つまり、雲上移動平均、そして、抽選ラインとね、三つどもえの、ラインが、ここに、まあ、とにもかくにも6万ドル以上で、はい、密集しているところでございますから、それを根拠にね、まあ、ある程度、ビットコイン、ロングポジションの勝負のかけどころの位置になるんじゃないんですか、っていうのはね、お伝えさせてもらいました。で、一応ね、昨日下落、まあ、さっきも言ったように調整下落で、陰線終了したわけでございますけれども、本日はね、ちょっと、まあ、何百ドルぐらいか盛り返してきて、ちょっと、陽線でね、スタートをしているようなところでございます。6万ドルから6万2000ドルでの、ポジション構築に関して言うならば、やっぱり上がってきた時の売り圧がかかりやすいのが、とにかく6万5000ドル付近ですよね。これは、8月の後半、並びに、今回のね、上昇における上端付近もちょうど6万5000ドル付近。そして、この短期的に作られている上昇平行チャンネルの、いわゆるサポートライン。サポートラインの裏タッチでね、やっぱりある程度弱気派の方々、短期トレーダーの方々の売り圧、決済がね、やっぱりこうかかってくるんじゃないかなというところで、今回、もしここで待機で伸びきってくるんであれば、やっぱりこう6万5000ドルっていうところはまたまたね、焦点にはなってくるかなというふうに思いますので、短期で勝負をしたい方はね、そこでの利益確定っていうのはね、一つ考えておくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、下に関して言うならば、もしね、ここで待機で上に上がってくれればいいんだけれども、ここからまだね、さらに下を掘っていくんだったら、やっぱり焦点となるのは5万7500ドル。はい。5万7500ドルを割れ込んでしまうと、今言った3つの主要ラインね、主要支え候補ラインが、全部下にね、打ち破ってしまうような状況になっちゃいますので、5万7500ドルを下に割り込むような、実体割りしてしまうような状況になるんだったら、もしポジション構築をしているんだったらね、やっぱり損切りを検討していかないといけないかなというラインになります。5万7500ドルがね。だからそこでマックス値、支えが入るかどうか、まあ、そこがね、焦点と今回の調整としてはなるかなというふうに思いますので、しっかりね、価格帯、はい、意識しておきましょう。まあね、ただ、ぼんやり、直近の動きを眺めていたって、変なところでね、ポジション構築をしたりとか、ポジションを取ってしまう危険性がね、やっぱりありますので、やっぱりさっき言ったように価格にはね、しっかりと注意しておくべきかな、注意を払っておくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたしますよ。5万7500を割れ込むと、ちょっとこの短期的なね、上昇の勢いというのがかなり弱まって、売り勢のね、勢いがものすごく強くなると思います。ですから、上がってこようにもなかなか上がりきらずに、さっき言ったように逆にもう6万ドル付近が、逆にこう売りのね、レジスタンスラインとしてさらに機能してきて、戻ってきても戻されてしまうようなね、展開が想定されますので、とにもかくにも、今の段階で言うと、まあ、6万ドルから6万2000ドルがロングのコア価格なんだけれども、5万7500を割れ込んだらまずい。そこだけはね、意識しておきましょう。耐え切る可能性がね、特に高いラインかなと、今の状況で言うとですよ、6万から6万2000ドルがね、耐え切る可能性が高いかなと思いますからね、そこは認識しておいてください。5万7500まで落ちてくると、逆にもうね、上に上がろうにも上がりきれずに、落ちてくる可能性の方が高くなるかなと思いますので、損切りラインは5万7500というところはね、認識しておいてください。お願いいたします。まあ、とにもかくにもね、頑張ってほしいね。今週は、アメリカの方で重要雇用統計、重要な統計がね、おそらく出てくると思うんで、今週の金曜日あたりかな、金曜日あたりがものすごくまたこうね、値動き激しくなる可能性がある。ただまあやっぱりこう半減期サイクル的に言うと、半減期が終わった半年後、つまり、まあ、10月ですよね。10月っていうのは、強気相場がね始まる入り口ともまあ今までのサイクル的には言われてますし、あとは年リターンのね、まあ、昨日もニュースで取り上げましたけれども、年リターンのあの表を見た時にもね、やっぱりこう10、11、12っていうのはかなりね、1年間を通して強い、やっぱりこう3ヶ月間になってますから、これは、やっぱりこう、年末とか、そうですよね。年末とか、まあ、ああいったところに向けて、やっぱ人々の気持ちがね、やっぱりこう盛り上がっている時、そういったところもね、相重なって、やっぱりこう、リターンが多い月にはなってるんじゃないかな、というふうに思いますので、今年2024年は特にね、期待が持てるとは思います。ただ、やっぱりこう、調整レベルの下落っていうのは起きないとも、やっぱりこう、今回みたいにね、起きないとも言えないし、トレンドが崩れていくような、動きっていうのも当然その中にはあるでしょう。ただ、トレンドのね、を、まあ、言ってしまうと、トレンドが崩れるような動きがあったとしても、やっぱりその下にはね、支えとなる候補が当然何本もというか、かなりの意識ラインとしては、ラインとしては存在するような状況にもなりますからね。まあこういった時に悲観にならずに逆に、やっぱりこう前から言ってますけれども、もう下落はチャンスですよ。うん、本当に。もうね、もうこの段階でまあここでぶち込みますけれども、やっぱりこうね、ほら、ビットコインなんて、
言ってしまうとですよ、もう今から何年か前なんてですよ、もうほらね、2万ドル超えるのがどうなのかどうなのかっていうふうに言われていたレベルじゃないですか。2万ドルっていうのはね、ものすごく焦点になっていた2017年のトップネイチかな、そのあたりがね。だけれども今もう、4、5年のね時を経て、まあ5年ぐらいか5年ぐらいの時を経て、わかりますよね、もう6万ドル超えてるんですよ。日本円で言うともう1000万円手前ぐらいまで普通に行っているし、ね、1000万円をつけた時、ぶっちゃけあったじゃないですか。この付近を1000万円ぐらいを超えていってね、つけていったわけですよ。1ビットコインが1000万円。そういった、言ってしまうと資産クラスにね、もう、いわゆる出来上がっているような状況。まあ、出来上がっているっていうのは、まあ、完成されたみたいな感じに今聞こえたかもしれませんけれども、まあ、まだ完成はされてない。完成、まあ、完成、何をもって完成っていうのかね、なかなか難しいですけれども、まあ、認知はされている。こういう言い方しましょうか。人々に認知はされているんだけれども、やっぱりなんだかんだ言って、まだね、地団打踏んでいる方がやっぱり多い業界なんですよね。で、これはしょうがないと思います。だって今年の2月3月あたりに初めてアメリカの方でね、現物 ETF というものが、まあ、承認されたというところがありますから、ようやくそれを経て資産クラスとして、ある程度安全な資産クラスとしてアメリカの方でようやく認められてスタートを切ったばっかりですから、だからそういう意味で言うと今のこのね、そういう意味で言うとほら資産クラスとして認められつつあるという意味で言うと、やっぱり完成されつつあるっていうところがやっぱ思いますから、その中でのやっぱり下落ってチャンス以外の何ものでもないんじゃないんですかね。ビットマン的にはね、やっぱりそういう風に思う。こういった時に悲観になって、例えばこっからね、1万ドルとか2万ドルぐらいの大暴落起こってほしいでしょ。逆に言うと起こってほしいと思うんですよね。 おそらくそれが真の大衆の心理だと思うんですよ。真の大衆の心理ね。だから今の直近の上げの勢いが強いから、なんかねニュースとかでもほらいいニュースが流れまくってるじゃないですか。だから表面上だけを見ると、今この相場に入っている人々の心理っていうのはもう上上の展開だ、もうね下がることは絶対ねみたいな、もう上の展開以外何者でもないでしょみたいなのが、なんか表面上的には大衆心理だよねっていう風にやっぱこう認識している方も多いと思うんだけれども、いや多分それ逆だと思うんですよね。なんで逆かって言ったら、今さっき言ったの、普通のこのね今のこのビットコインだけに焦点を当てた場合の、いわゆる保有をしている方々の心理ですよ。保有をしている方々の心理っていうのは本当は落ちてきてほしいと思ってるはず。だってビットマン TV もそうですもん。やっぱビットコイン持ってるし、落ちてきたら買いたい、それが真相心理だと思うんですよね。だから表面に出ている人々の心理と、実際こういった、ビットコインみたいな資産ものね、まあ、長期的に考えられるっていう資産ものを持っている方々の長期保有者って言われる方々ですよ。そういった方々のいわゆる心理っていうのは多分ね、逆かなっていうのを思う。特にビットコインに関しては逆かなって思いますので、だからそういったところを考えていくならば、ある程度長期保有者の方に関して言うとね、まあ、ビットマン TV も含めてですけども、落ちてきてほしいっていうのが多分心理だと思う。だから逆に落ちてこないんですよね。そうなると落ちてこない、だからそっちかなと思う。で、落ちてきたとしてもある程度限定的なんじゃないかなっていうのを思いますから、だからほら X とかの方でもね、結構こう流れてきたりするじゃないですか。なんかこう人々が、要するに一般の方々がね、まあ確かに母体数というところを考えていくならばそうかもしれないんだけれども、一般の方々がね、もう上がる上がる、もう落ちてこねえ落ちてこねえ、その空気感っていうのが一般の大衆心理なんだよっていうふうにね、捉えられるじゃないですか。だってニュースとかでも流れてくるからね、落ちてこねえ落ちてこねえみたいな、もうこのまま10万ドル、目指して上がってくるんじゃねえかみたいなね、それが大衆心理、みたいな感じでニュースには流れてくるんだけれども、本当の本当のさらに奥深いところを言うならば、落ちてこいって思うのが大衆心理なんですよね。おそらくさっきわかるでしょ、なんとなく言ってる意味はね、落ちてこいって思ってる人の方がおそらく長期保有者とかこういったビットコインにかけてる方は多いと思うんで、逆にそういった時ってのはさっきも言ったように落ちづらいってことなんですよ。落ちづらい、だからちょっとでも下落してくるんだったら、ある程度長期保有を目指しているんだったら、購入をね、検討してみるのはいいんじゃないか。それを言ってしまってビットマンって言ってるわけね。 OK でございましょうか。だからもう何遍も言うけれどもね、確かに、人の心理っていうのを、人の心理っていうのは目に見えないからね、それを測るっていうのは難しいところなんだけれども、一般の普通の方々が考えていることと、もっと奥深いところで物事を考えている方々の考えっていうのはそもそも違うし、下手すると逆かもしれないよっていうのはね、これは絶対認識しておくべきかなっていうのを思いますのでね、そこはよろしくお願いいたします。 OK でございましょうか。だから大衆的な、意識としたら上がる上がる上がるっていう意識がある。だけれども本当の本当に、奥深いところを考えている方はむしろ下がれと思ってる、下がれと思ってる。だから逆に言うと下がんないかもしれない、下がりづらいかもしれない。それがいわゆるチャートに現れていって、ちょっとした調整下落で収まって、またさらに上を目指していくっていう展開がね、まあ起こるという状況になるかなって思いますので、ちょっと話がね、まあ心理的な問題だから難しかったと思いますけれども、一応そういった認識でね、ビットマン TV やる。だから逆に言うとね、まあ逆じゃないんですけれども、まあほら
言ってしまって下落の平行チャンネルの片道なんかをアタックしていくんだったら、もっと奥深いところで考えている方、とにかくチャンスだってやっぱり思ってるんですよね。現物購入していこう、先物だったら先物でロングインしていこうとかね、そういったところをいろいろこう考えていく、まあある意味ゲームチックなところがあるけれども、だからそういった考えも全てひっくるめての取引だと思うんでね、なかなか難しいと思うんだけど、だからほらよく言うじゃないですか、うん、やっぱほら特にね先物関係でトレードをしている方、やっぱり8割9割が負けている方が多いと、8割9割がやっぱ負けている方が多いと、その負けている要因というのは確かにねたくさんあると思う。そういった心理的な問題だけじゃなくてね、例えば利益確定がうまくできないとか、あとはあれですよ、損切りがね、しっかりできないとか、そういったやっぱり技術的な面もと当然あるとは思うんだけれども、そういったところをもうまあ、当然あると思うんだけれどもね。それ以外にも、さっき言ったの心理的な、人の心理をちょっともうちょっと奥深いところで考えていく。それはつまり何ができるかって言ったら、全体的な流れですよね。全体的な流れを、もしかしたらこう、読み解くことがね、できるかもしれないでしょ。全体的な流れ。待て待てと、一般の人はそう思ってるかもしれないけれども、もし自分が、例えばね、ビットコインを何枚も持っていて、長期保有側に回っていくんだったら、どういう考えをするかな。それが、逆に短期トレードで活かされる可能性だってありますからね。 OK でございましょうか。だからそういったところをひっくるめていく、そういったところがトレードにね活かされていく、そしてうまくいく可能性がどんどん増えていくっていう可能性、っていう形にねやっぱりなるかなっていうのはビットマン TV 思いますからね、よろしくお願いいたします。やっぱりこうね、トレードの世界っていうのは当然難しいところですよ。現物保有だけを考えていくんだったら特にそういったところは考えなくてもいいかなっていうのは思うんだけれども、もう落ちてきたら買い増しっていう方向でいいわけだからね。特にほら今の試合なんかで言うとですよ、いずれこれやっぱり抜けていくとは普通に思いますから、だって長期保有者の方は抜けていくって思ってるから長期保有してるわけでしょ。だからそこなんですよ。そこが本当の本当に考えないといけないところ。長期保有者の方はなんで長期保有してるのか、もう今後ね二度ともうこの7万3000ドル付近は抜けていかないと思うんだったら、長期保有者の方々だって売ってるしね、機関投資家の方々だって当然購入はしないでしょうしね、ビットコイン保有しようなんて流れは出てこないでしょうからね。そりゃそうでしょ、だからそういったところを考えていくならば、やっぱりこう大きなところに寄り添って考えを持っていくっていうのはやっぱ重要なところかなと思いますからね。やっぱそうでしょ。この下落の平行チャンネルの片道とかに来たら、5万3000ドルとかに来たら、おそらくね、今この市場に入っているビットコインを集めている方々っていうのは、もうこれチャンスだろっていう形でね、入れ込んでいくと思うんですよ。割れたっていいと。割れたって別にしよう。関係ねえと。割れたら割れたで、また資金を作って、現物を買っていくだけやからね。全然関係ねえし、もうチャンス以外の何者でもねえっていう風にね、考えるはずですから。だから、そういった形でね、まあ考えていくっていうのは重要かなっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあそれをまあ短期トレードに、ね、落とし込むっていうのはなかなかもしかしたら難しいかもしれないけれども、ね、まあ、特にほら、先物関係のトレードに活かすっていうのはね、なかなか難しいかもしれないけれども、大口がやっぱりこうね、チャートを動かしているっていう側面もありますから、そういったところも考えて、やっていくのがいいかなと。やっぱり6万ドルから、やっぱサポート入りましたよね。でもなんだかんだ言ってね、6万ドル付近である程度、支えが入って、ちょっと反発に向かっている。ただ反発力が弱いんで、そういったところを考えていくならば、一昨日から考えていくと、3段落ちぐらいね、もう一発ぐらい下落をさせてから、上へのね、回復をさせていくっていうところがあるかもしれませんから、そういったところを考えていくならば、5万7500までは、この右下がりの下落のね、トレンドまではある程度下落余地を残した状況でポジション構築をしていくのがいいかなというふうに思いますのでね、よろしくお願いいたします。まあそういったところをね、しっかり、ちょっとこう難しいかもしれないけれども意識しながら、あとはやっぱり損切りとか、利益確定ね、やっぱ利益が上がってきた時が一番難しいですから、ぶっちゃけ、そうなのよ。利益が上がってくる、だって損切りってもうどうにでもなるっていう状況でやね、構えている方が意外と多いんですけど、利益が上がってきているっていう時は人間のこの欲がね、もうもろに出てきますから、人間の欲との戦い、特に先物取引は。だから、この欲との戦いに勝たないといけない。だってね、自分の今の利益が、例えば2000ドルぐらいあると。だけども、ね、ここまで上がったと、ほら、ここまで上がってくればっていう形でポジション取るわけでしょ。だから、そこまで上がってくれば、この今の利益が3倍にも4倍にもなるよって考えたら、やっぱりなかなか玉量を落とせないんですよね。落とせない。だけれども、そこでやっぱりいかにね、玉量を落としていくかっていうのが、やっぱり先物取引においては、利益をしっかりゲットできるかっていうところにやっぱり繋がってきますからね。で、それを言ってしまうと、トレードごとにいろいろ考えていけばいいんですよ。だから、ワントレードで、まあ、いわゆるワントレードでね、あまりポジションを長く持ちすぎるっていうのも、特に先物関係はね、得策ではないとビットマンティブはやっぱ思っている。特に、ネロングとかネショートとかね、これもね、ビクビクして寝れないですから、マジで。現物はいいと思うのよ、さっきの理論でね。だけど、先物関係に関して言うと、やっぱり支えが入る候補でしっかり入れていって、反発してくるんだったら、ある程度のところで分割利確をしていって、玉量を落としていく。このやり方がやっぱり重要。そうすれば、
まあ、ビットマン TV もね、ちょこちょこトレードしてますけども、負け率がやっぱ少なくなりますから、間違いなくです。負け率がやっぱ少なくなる。負けないことを考えるっていうのがものすごく大事だからね。特に先物トレードは、勝つことよりも負けないっていうのが重要なのよ。それで、うまくハマっていけば、ドーンとね、いいところで、思わぬところで、価格がバリーと伸びていったりね、しますから、そういったところをしっかり取っていくっていうのはね、やっぱり重要かなっていうのも思いますからね。特に先物関係をやり始めた方は、利益が、出てきた時が一番勝負どころなんだな。そこでしっかり帯をギュッと締めていかないと、全部刈り取られていく可能性があるんだなっていうのはね、意識しておきましょう。だってね、しっかり利益を取るラインっていうのは、そんなに難しいことじゃないんですよ。人々が、やっぱりほら、ショート勢がショートをかけたくなる場所とかね。例えば、皆さんがロングを取った時に、ある程度ここまで上がってくるかな、そのちょい下とかね、そこでロング決済基本していくよねっていうところで、しっかりやりきれるかどうかっていうのが大事ですからね。OK でございましょうか。で、そのトレードが終わったら、あとはもうね、次なる戦略を考えていく。持っていたポジションのことを、いつまでもね、あの時、例えばあの時利益確定しなければ、もっと利益が伸びたのにとかね、そういったことを考えたら、ずーっと引きずられますから、ここはスパッと気持ちを切り替えていきましょうっていうのはね、お伝えさせてください。よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさいね。ちょっとビットコインに関しては長くなりましたけれども、やっぱりこの通貨に関しては資産クラスとして絶対的に持っておくべき、もうそこだけ言わしてください。もう断言として言わしてほしい。もう持っておいてくださいっていう感じ。もういいです。もう5年10年かかってもいいから、とにかく集める方向で行く。1年でいいですよ。1年でね、例えば 0.01 ビットコインでもいいですよ。10万円分ぐらいかな、今で言うと 0.01 ビットコインでもいいので集めていく。ちょっとでも集めるっていう意識を持っていけば、それがどんどん加速度的にね、集めていこうっていう買い意識になりますから。そうなるといいですか。直近の利益を取るか。ね、まあ、先物はそうなんですけどね。現物だけで言うとですよ。直近だけの利益を取っ、だって年単位の投資じゃないですか。直近だけの利益を考えていくのか、今から5年から10年先の利益を取っていくのか、もうとにかくそこだけの違いですから。現物は直近はいいんです。もう直近は置いときましょう。もう、本当に、4000ドル、5000ドル、1万ドル動こうが、2万ドル動こうが、とにかくそっとしときゃいいんですよ。とにかくそっとしときゃいい。とにかく、枚数を集めていくっていう方向に、間違いなく頭をシフトチェンジしていかないと、10年後、笑顔になりませんよ。笑顔になりません。10年後振り返った時に、あの時集めときゃな、これが最大の後悔ですからね。こうならないように、じゃあ今どうするべきかっていうのを考えておくべき。まだ始まったばかりだよっていうのはね、そういうところでございますから、よろしくお願いいたします。先物はそんな年単位で持つとか基本ないのでね、先物はやっぱりある程度利益が上がった時にサクサク切っていくっていうのは重要かなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ次行きましょう。次は、こちらイーサリアム、落ちてきましたね。2400ドルで一応支えが入っている。ただいまの価格2475ドル付近、一応短期的に作られているサポートラインでなんとか粘り越し、日足の雲片んちも相重なって、なんとかね、まあ、ローソク足止まっているような状況。2400ドルを実態明確に下に割れ込んでしまうと、だからビットコインが、まあ、6万ドル付近へのアタックに入ってきちゃうと、おそらく2400ドルを割れ込むような動きが出てくるんじゃないかなって思うんですけれども、これを割れ込んでしまうと2100ドル付近までの下落がね、起こる危険性がかなり高くなります。でも2100ドルまで落ちてきたら、これは逆ですよ。現物も、あとは先物に関しても、これはロングイン、並びに現物購入のチャンスネイチになるかなというふうに思いますので、そこは認識しておいてください。2100ドルっていうのが、まずは止まる候補としては考えられるでしょう。で、もしこれを割れ込んだとしても、一応2000ドルね、2000ドルもちょうど2000ドル。2000ドルっていうのが、イーサリアムにおける、このね、バカでかいね、サポートラインが効いてるんですよ。2022年から。だから約2年ぐらいか。2年ぐらいずっと支えが入っていた、右上がりのトレンドラインがありますから、これが最大の多分押し目買いラインになると思います。だから、2100ドルから2000ドルっていうのが、もし今からイーサリアム、もしですよ、割れ込んで落ちてきた際は、ロングの、まあ、めちゃめちゃコア価格になる。ここは、先物関係も勝負のしどころがあるところかな、というふうに思いますので、そこは認識しておいてください。今の流れでね、待機って上に上がってくれば、もう一回持ち直してくると思うんだけれども、ちょっとね、ビットコインの3段下げっていうのがあるかもしれませんから、3段下落っていうのがあるかもしれませんので、そうなると、イーサリアムもちょっと割れ込む危険性がある。だったんなら、2100から2000ドル付近で、ちょっと待ち構えておくっていうのは戦略としてはありかなというふうに思いますのでね、よろしくお願いします。で、上に関して言うならば、もう言わずもがな、2860。はい。この赤いラインを超えていければ、もう次なるフェーズに入りますから、2860をもしね、下がりきらずに上がってきて、上にブレイクしていくんだったら、逆にもう、2860ドル超えからのサポート確認でのロングインっていうのは、これチャンスになりますからね。そこは認識しておいてください。とにもかくにも2860ドルと、あとは2100ドルね。この間でのフェーズでの動きを今してる。レンジ内、相場みたいな感じで、ボックスを作り上げているので、とにかく2860を上に抜けていけば、次なる展開っていうのがね、待っているでしょうか。そこは認識しておきましょう。はい。で、次はリップル。はい。ただいまの価格が 0.605 ドル付近をね、推移しているような状況を、ビットコインのね、下落につられて、まあ、落ちてきているような側面も当然これあるでしょう。おととい、昨日とね、
やっぱりこう耐え切らずにトップネイチをつけて、やっぱりダラ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 って下がっていくのがね、やっぱり結構こうリップリの特徴かなと。主要ラインに到達してダラ、主要ラインに到達してダラ、もじもじする期間がほぼないんですよ、リップリに関して言うと。だからまあこの前も言ったように、直近の高値の 0.66 ドル付近がこの辺りをアタックした後の、ここ何日間かは注目しておきましょうとね。だから昨日一昨日に関して言うと、ちょっと陰線をつけているので、ちょっと今みたいな、今までみたいなね、流れがちょっとこう彷彿させるような動きが出てきているんだけれども、なんとかね、今の値位置付近で止まってくれて、上に持ち上がってくれれば、ちょっと様相は変わってくるかも。まだ生きてます。はい、三角持ち合い、直近三角持ち合いを作った、レジスタンスラインを突破してきて、それを裏タッチサポートとして効かしていく。あとは日足短期の移動平均線もサポートとして今なんとかね機能しているような状況ですから、この力、この支えを借りて上にぐっと持ち上がってくる。で、直近の高値の 0.66 ドルアタックにね、もう一回短時間で入ってくるんだったら、これはまだ上をね目指していけるような可能性がありますから。だから次ね、 0.66 ドルを抜けていったら、短期的にもう回復してい、いっているという証拠ですから、強気派の方々が結構ね、持ち上げていっている形かなというふうに思います。弱気派の方々も、もう、ちょっと落ちてこようもんなら利益確定に入っていく。例えば、ショート勢の方々ね、もう、利益確定に入っていくっていう状況が、より一層生まれてくると思うんで、次の 0.66 ドルアタック、もし短期間でバッと行くんだったら、ちょっとこう抜けていった時にね、0.74 ドル付近まで狙っていくようなロングポジション。これちょっとこう怖いかもしれませんけれども、勝負としてはできる可能性がありますので、そこは認識しておきましょう。よろしくお願いします。だから今までの流れで言うと、ダラッダラって下落してきていたのを抑え込めるかどうかっていうのが、リップルのね、超絶ポイントかなというふうに思いますからね。そこも認識しておいてください。で、上から下にね、流し込んでいきますけれども、もうアルトコインもね、やっぱりビットコインのね、下げにつられてガリガリ落ちてきているなっていう印象。そうね。同時コインに関しても、今 0.1 ドル付近の、一応サポートラインとして、レジサポ転換線ね。もともとこの黄色のラインっていうのは、レジスタンスラインとしてかなり機能してたんですよね。それを上にブレイクしてからサポートとして、また機能しているような側面があると。まぁ、ちょっと軽めですけれどもね。もうちょっと上げてもいいかなと思うんだけれども、そうね。サポートラインとして、ある程度 0.1 ドル。まぁ、切り板ですから意識はされていたライン。で、あとは、やっぱり、ここかな。高値を結んだライン。右下がりのトレンドラインをしっかり上にブレイクしていってから、ちょっと、強さが出てきたんですけども、まあ、直近高値は抜けられてないんだけどもね、強さが出てきて、この右下がりのトレンドもね、上にブレイクしていってるっていうのはね、一つ、まあ、いい要因でございましょう。ただ、ちょっとこうね、まあ、さっきも言ったように、直近の高値、7月30あたりにつけていった 0.14 ドルあたりっていうのにね、アタック入ってこれていないので、だからそこが気になるところかなと。それを上にブレイクしていければ、ちょっと次なる展開、次なる大きな流れっていうのが出てくるかなというのを思いますので、ね、こういった形で、はい。上に抜けていってからの、0.1 のサポート効かして 0.15 から 0.16 を狙うみたいなね、流れが出てくるかもしれませんから、まあそこはね、ちょっと期待をしたいところなんですけども、一応ね、さっきも言ったようにレジサポ転換線は上ブレイク、右下がりのトレンドも上に抜けていますよというところがある。ビットコインが今の値位置で耐え切って上に上がってくるんだったら、同時コインに関してもいいね、水平押し目買いラインには到達していますよっていうのはね、お伝えさせてください。で、あとは芝も見ておこうかな。ビットマン TV もね、下5桁 ?2500 ぐらいで、現物はね、一旦全流し、全売りしました。2500ぐらいで、下5桁。で、また、現物をね、ちょっと枚数多くしたいなっていうふうに思ったんで、かなり勢いが逆に強かったんでね、やっぱりこう、上の髭を2日連続つけていたんで、ちょっとこう落ちてくるかなっていうふうに思っていたら、まあ、うまく落ちてきましたね。ちょっと、天井を、直近で言うと天井がね、ちょっと意識されているような状況を。で、なんとかね、どこで入れたかって言ったら、下5桁15,500。もうギリギリ届かなかった。15,700まで今回の下落落ちてきたんだけれども、ギリギリ足らなくてね、ちょっと現物差し値が入らなかったような状況。ただまあ、焦ってポジションを取る必要もないかなって思ったんで、一応15,500そのまんまにしていますからね。まあもしビットコインが、今日も陰線でバリーと落ちてくるんだったら、まあ芝に関してもね、15,000中盤あたりぐらいまでまあ落ちてくるかなって思うんだけれども、そのあたりは一つね、やっぱりサポレジ転換してますから、押し目買いラインとしてある程度ね、意識できるかなって思いますので、現物欲しかったなと。で、今後の価格上昇期待したいなと思う方は、まあ、15,000、下5桁15,000、台で、まあ、現物購入っていうのはありかなって思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それぐらいにしておきましょうかね。それぐらいにしておきましょう。はい、それではね、本日の配信は以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では